これ言っていいよって言われて、言われてたから、今まで言ってなかったけど、なんだっけななんかね、楠の木なんとかっていうさ、歴史上の人物いるあれ、直系の子孫らしくて、ゴロリ。<laughs> すごくないで、楠の木なんとかっているなんだっけな、名前。楠の木正成の、そう,そうそう、正成、そう。の直系の子孫だからね、ゴロリって。マジだよ。家系図も、 見てるからね、俺。く <laughs> す正きまさしの直系の子孫だからね。で、ゴロ、ゴロちゃんはほんとすごいじゃん。<laughs> すごいとあの。すごい人なんだよ、ほんとに。ほんとにすごい人。俺なんかと付き合うような人じゃないの。ほんとに。ほんとにそうだよ。あのー、おじいちゃんとかおばあちゃんの実家を見ればわかると思う。ほんとにやばいからね。もう、豪邸とかいうレベルじゃないからね。国だからね、もう、国。 国だからね。文系じゃないよ。直系の。そう、家系がすごくだけでゴロリは何もすごくない。ほんとそうだよね。でも、血筋って大事じゃん。血筋って。大事じゃないだからもう、周りもすごいもん。周りも。<laughs> いや、だから俺は、あの、でもさ、ちょっとさ、多分、信長の野望よりちょっと前の話だよね、あれってね。 あのー、あし、あれだよね。ちょっと前の話だよね。だから、あ、いないなと思って、あ、鎌倉幕府の話だっけ鎌倉時代だっけ鎌倉幕府潰した男なのじゃ <laughs> 俺さあれ、日本史わかんねえの、マジで。そう、五大五天皇の側近って言ってた。しかもそれをね、ゴロリのいいところって、普通さ、言うじゃん あいつ2年ぐらい付き合った後に言いやがってそういえばあのね <laughs> 俺があのなんだっけあのさアプリのさあれやったじゃん携帯アプリのやつ <laughs> いや言わない 言ったときに、あ、そういえば、うちの、うちの祖先が、みたいな話してて、そうそう、サムライキングダム放送したとき、そういえば、うちの祖先ってクスノキマサシゲなんだよね、みたいなこと言ってて、お前それ言えよみたいな。俺の友達、ク、えー、ま、クスノキマサシゲの文献で自分で言ってたんだけどなんか、教えてほしいじゃん。